原水爆禁止日本協議会。日本原水協は日本の一般社団法人である。1955年に半角平和運動組織の原水爆禁止日本協議会として発足し、都道府県をはじめ地域、労働組合内などを単位に株組織を持つ。略称原水協。従来の法人格は有限会社だったが、2017年に、 一般社団法人へ移行している。年一回、広島市と長崎市に原子爆弾投下のあった8月に原水爆禁止世界大会を開催するほか、各地で核兵器廃絶を掲げた運動を展開する。もともとは広範な運動体であったが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全、保障条約や日本共産党系の核兵器所有国である。 ソビエト連邦と中華人民共和国に対する方針の矛盾などにり、民社統計、日本社会統計が離脱、脱退したり、別団体を作った。1954年3月1日、ビキニ干渉で行われたアメリカ合衆国による水爆実験で、第五福竜丸ら日本の遠洋漁船が多数被爆、被爆し、全国的な問題となった。 国民的運動の盛り上がりの下、核兵器廃絶を求める署名運動が行われ、翌年8月、広島で第1回原水爆禁止世界大会、原水禁世界大会が開催される。その後、この署名運動の実行委員会が名前を変更し、原水爆禁止日本協議会、初代理事長は安井香織、厚生大学教授となった。その後、日本国と、 アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全、保障条約や原発問題への対応の相違が原因となって、自民党系及び民社党系勢力が脱退した民社党系は各兵器禁止平和建設国民会議各金会議を結成自民党系の団体はなし。1961年、減衰金7回大会は最初に実験を開始する政府は平和の敵。 人道の敵と決議したが、その直後の8月30日に、ソビエト連邦が核実験を再開した。これに対する対応をめぐって、原水協は、ソ連政府にも抗議せよとする日本社会党、総評系と抗議に反対する日本共産党とが対立した。翌1962年、八海大会の最中に、ソ連は再度の核実験を行い、 再び昨年と同じ衝突が起こり、結局大会は混乱したままに終わった。日本共産党系代表は、核戦争の根源である、アメリカ帝国主義を日本やジアから追い出せと、ソ連の核実験に対する批判をしないばかりか、むしろそれを擁護したまま、反米を中心に置いた反安保、基地闘争も視野に出た主張をした。1963年に日本社会党、 総評系グループが、いかなる国の核実験にも、反対のスローガンを旗印にして、部分的核実験禁止条約の支持を要求した。当時、ソ連は中華人民共和国との関係が悪化しており、核開発で先行していたソ連は中華人民共和国の核保有を妨げたいとの思惑から、同条約の締結を推進した。これに対して、日本共産党系は、 地下核実験を条約によって認めることになるとして、同条約に反対したにもかかわらず、同時に社会主義国の核兵器は侵略防止のためのもので容認すべきと一主張をした。当時日本共産党は中国共産党との関係を深めていたので、中華人民共和国に配慮して同条約に反対したと言われる。このため内部対立が起き、 1963年の大会は流会。共産党は意見の違いに関わらず、核廃絶、核戦争阻止、被爆者救援の3点で統一するべきだと主張したが、結局、社会統計グループは脱退して、1965年2月に減水爆禁止日本国民会議、減水金を結成。以後、減水金世界大会も、減水協計と減水金計の二つが別々に、 開催されるようになる。ただしその後、日本共産党が中ソ共産党に批判的になり、核兵器全面禁止に主張を変化させていく一方、逆に、減衰金は、日本社会党が、反米、新ソ、新中、新北朝鮮の傾向を強めたため、その影響によって、ソ連や中華人民共和国の核に対し柔軟になっていく。運動開始当初、 原水爆禁止運動は超党派で形成され、マスコミ各社もこぞって支援する国民的運動だった。しかし党派間のイデオロギーと尻死翼むき出しの争いを嫌い去っていく人が多く、結局のところ政治党派による系列団体化という結果に終わったという見方もある。1977年から1984年の間、原水禁世界大会は、 減衰金と共同で開催されたが、各凍結、当時の要望としては、既存の核兵器を存続させることだった政策への支持を要求する減衰金との間で対立をきた。総評と反主流派の統一労働組合懇談会、全国労働組合総連合の前進の対立が、再分裂の引き金になった。1983年、平和更新で、 共産党系団体が統一労組根基を掲げたことに総評側が反発。旗は自由とする共産党、原水協、平和委員会、統一労組根側と準備委員会に直接参加した団体の旗に限ると、する総評、原水金側の対立に発展した。百八十四年の平和行進では市民団体の仲裁で吉田義美清原水協代表理事、 森健一平和委員会事務局長、両名とも共産党員は統一労組今期の自粛を受け入れた。しかし共産党側はこれを日和未主義と批判した。6月1日、森に迫って事務局長職の辞意表明をさせ、6月9日、森の辞任に反対した小笠原秀三郎会長、長、長谷川正康理事長ともども解任した。さらに、森が 森一人だけに通告した、党中央秘密指令を、長谷川や吉田に漏らしたのは、党内問題を党外に持ち出したとして、左門にかけた末除籍した。さらに、共産党は吉田にも辞任を迫り、拒否されると辞任に反対する元水教の代表委員6人を、解任。さらに代表委員制自体を廃止し、6月29日理事会開催を、強行。吉田を解任し、 金子武を公認に据えた。この年の原水爆禁止世界大会は8月1日から開催されたが、それに先立つ各組織合同の運営委員会では解任された吉田草野信夫の出席を認めるかどうかで紛糾した。8月9日、共産党系の日中出版が吉田に内幕を取材した原水卿で何が起こったか吉田義美清が語る。 ISBN 978から48億1751万1249を上司すると、柳瀬信久社長と社員3名、そして吉田を半島行為を理由に除名した。また、吉田を擁護した小材吉重も助席となった。こうして、日本共産党の意に反する厳粋教幹部は、ことごとく追放された。並行して、共産党は、 赤旗1984年4月4日、5、4月5日、5、統一の路線と分裂の路線、減水爆禁止運動30年の経験と教訓で、総評、減水金の反響、受け入化を批判し、共闘への批判を強めた。その上で、分裂の責任は減水金にあると、改めて批判したことから、減水金、総評側の反発を受けた。 1985年の統一大会に向けた話し合いでは実行委員会の委員選出を11団体で一致できる団体個人を主張する減水協平和委員会側と11団体が推薦をする団体個人を主張する減水金総評側で平行線をたどったこの年の統一大会は開催されたが1986年にはついに話し合いはまとまらず 再び減水金世界大会は分裂した。1975年に日本記者クラブで行われた合同記者会見の際に出た中国放送の秋新俊彦彦、後取締役、2010年没の質問、これまでに3回広島へ行かれ、広島市民にお見舞いの言葉を述べておられますが、戦争終結にあたり厳格投下されたことをどう受け止められましたかに対し、 昭和天皇は、この原子爆弾が投下されたことの対して、遺憾に思えていますが、こういう戦争中であることですから、広島市民に対して、気の毒であるが、やむを得ないことと思いますと返答。日本原水協は、ご発言はあれほど悲惨であった、原爆被爆者にとっては、大きなショックであり、容認できないという談話を発表した。広島原水金、広島県被弾協も、 同様の談話を発表した。現在は、部分核実験停止条約及び包括的核実験禁止条約を、部分核定条約は、地下核実験、CTBT は未輪改革実験は禁止されておらず、核廃絶に十分な効果が得られないと批判的であり、NPT 体制についても、大国による核独占、軍事支配を強化すると批判的ではある。 世界大会においては、その立場を外国の代表団に押し付けることはなく、一致点での共闘を基本的な態度としている。究極的目標ではなく、期限を定めて核兵器を全面廃絶、禁止すること呼びかけ、広島長崎からのアピール署名、現在は被爆者国際署名を集め、定期的に国会へ提出している。また、 被爆60年の2005年に向けては、今、核兵器の廃絶をという署名を全世界的に呼びかけた。その後、2005年の原水爆禁止世界大会で新たな国際署名、速やかな核兵器の廃絶のための署名を呼びかけ、2006年の国連軍縮会議に向けて集める活動を進めた。しかしアメリカ、ロシア、中華人民共和国のいずれも、 核兵器を廃止する動きを見せていない。当初から原発は未完成の技術と評価し、プルサー・アマル計画などに反対してきた。ただし、原発を全否定したわけではなく、原子力撤廃、脱原発を主張する原水金、原子力の平和利用、すなわち原発推進を主張する各金会議の中間的な立場にあった。しかし、 2011年3月11日に、福島第一原子力発電所事故が発生すると、3月19日に、沢田昌司代表理事が、もう原発は収束させるべきです。日本が世界をリードしてきた太陽エネルギーなど、自然エネルギーの開発に火を切る時に来ていますと、談話を発表し、脱原発の態度を鮮明にした。 同年8月6日9日の広島、長崎での世界大会では、決議文に、初めて、原発からの撤退と、自然エネルギーへの転換を盛り込んだ。代表理事は、赤松光一、笠井君代、国分実、る、斎藤治、沢田昌治、高久崎博大国作寺、東松栄の8人。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。